こんにちは、柴戸です。今日はピンクスパイダーのお話をさせていただきたいと思います。1998年5月2日にヒデさんは突然の死を遂げられたんですけれども、当時僕もバンドをやっておりまして、もうその時の衝撃というかショックは計り知れないものがありましたね。もう体が動かないというか、もう身動きが取れないというような感じで、僕も上京して一人で住んでたんですけれども、お袋が心配して手紙を書いてきたぐらいですもんね。僕がヒデさんが大好きで音楽を始めて、それで上京したっていうのも、お袋も知ってたんで、かなり心配していたようですね。そんな感じでかなりへこんでる時ではあったんですけれども、そんな僕らにですね、希望の光を与えてくれていたのがこのピンクスパイダーのリリースです。5月2日の突然の死から11日後の5月13日、1998年5月13日にピンクスパイダーのリリースが決定してました。これはですね、本当に希望の光でしたね。そして発売当日にもちろん買いに行ったんですけれども、その時のジャケットの衝撃といい、音の衝撃といい、スプレッドビーバーはこれから始まるんだっていうのをですね、改めて感じさせてくれる楽曲でした。ジャケットはですね、こういう感じの仕様になっておりまして、当時はまだこのサイズですね。もしかしたらこのサイズのシングルを知らない視聴者さんもいるかもしれないですね。チョコレート的なパッケージの仕様になっていて、ニューサウンドピンクスパイダーという風なおしゃれなデザインになっているんですが、驚くのはこの先です。いきますよ。チョコレートが中に入ってるのではなく、これは歌詞カードです。そうなんです。これがですね、チョコ風、チョコジャケット風になっていて、中に蜘蛛の巣が貼ってあると。このなんとも衝撃的なおしゃれジャケット。すごいですよね。正直ですね、当時シングル CD っていうのは、アルバムのプロモーション用だったんですよ。アルバムを購入してもらうためのプロモーションツールとしてシングル CD が発売されていることが多くて、シングルのパッケージはかなりシンプルだったんです。当時は結構 CD が売れていたので、アルバムのセールスをどんだけ上げていくかっていうのが業界内で必死になっていたことではあるんですけれども、ヒデさんはしっかりとシングル CD にも力を入れるというですね、この一曲に対する熱っていうものも素晴らしいと思いました。でこのピンクスパイダーはですね、レコーディングの方法もすごく画期的で、ヒデさんの代名詞であるサイボーグロックの代表曲です。当時はですね、デジロックだったりとか、ミクスチャーが流行り始めぐらいの時っていうか、流行ってた時なんですけれども、なぜデジロックと称さずにサイボーグロックと称したかというのはですね、これはもう制作の方法に秘密があります。例えばですね、ドラムも通常だと1曲通して叩いてレコーディングして、で間違ったところを直したりするんですけれども、もうその取り方から全然違くて、1曲通して叩くわけではなく、ジョンさんが叩いたドラムをサンプリングすると、それをですね、イナさんがスネアの音だったりキックの音だったりシンバルとかを切り取って貼り付けていく、まさにサイボーグなロックなんです。それによって出来上がった誰も聞いたことがない音楽と、その制作方法を世に知らしめた一曲です。最近流行ってる音楽っていうのは、音の密度が濃いというか凝縮されてるような感じだと思うんですけれども、その音の密度の濃い音楽を生み出したのがこのヒデさんとイナさんだと思います。衝撃のジャケットと衝撃の音で日本の音楽シーンに新たな息吹を吹き込んだピンクスパイダー、今もなお色褪せることなく輝き続けているのは、ヒデさんとイナさんが新たな制作方法に取り組んだことと、サイボーグロックと言いつつも血をたぎらせたような一曲に対する熱量が日本ロック史上最高峰の楽曲を生み出したんだと思います。僕らの希望の光であったピンクスパイダーのリリース、これからも色褪せることなく輝き続ける楽曲だと思います。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。